こんばんは、奈良原修です。桜井直人です。プラチナ本店の主任の桜井直人です。どうも。憧れてもいいでしょ。こんな感じなんだ。お互いなんか声が出たらいいですね。そうですね、もう僕はガサガサだった声が、はい、もういつからですか、その声も。もう20歳ぐらいからこれなんで、お前の声覚えてないですね、結構。逆に今おいくつなんですか。僕29です。あ、29なんですか、はい、29歳でそのガスガスなんですね。そうです、もうほんと、もうそのガスガスになったらもうホストクラブ以外できないですからね。そうです、他の声のギャップが半端ないって言われますけど。ホスト歴15年ぐらいなんですけど、はい、あんまりえげてないでしょ。全然です。全然でしょ、はい、僕ほんと声美声なんですよ。まああのあれですね、明野翔さんぐらいじゃないですか。明野翔より綺麗でしょ。あ、また全然綺麗ですね。明野翔の方がちょっとダミってるというか。ダミってますね。ですよね。その上を行ってるんですけどね、結構。ですよね。はい。もう今後ホストクラブ以外で働くことできひん声したもん。確かに、もう確かにですね。声出す仕事じゃないと無理ですね、本当。それではじゃあ今日お願いします。お願いします。お願いします。どうも。ホストを始めたきっかけは。は、もともと僕最初熊本でホスト始めたんですよ。はい、はい。で、先輩がもうやってて、はい、なんかバイトでもいいから入ってくれって言われて、オープニングの時だったんで、はい、バイトで入って、うん、その日に伸び直し3件でシャンパンもらって、うん、あ、これいけるんじゃないかなって思ってやり始めたのがきっかけですね。へえ、まあでも近しいもの僕あるんで、はい、僕もなんかさ、キャッチしてて、キャッチした女の子が飲みに来てくれて、はい、指名に切り替えてくれて、はい、まあシャンパン入れてくれて、その日の退入が7万か8万だったんですよ。あ、その手取りがあったんですね。欲しいっつって。確かに、ね、その金持ってパチンコへ行ったらいつも当たんないはずの北斗の拳が大フィーバー。大体そうですね、あの深夜帯なんで。そうそうそう、終わるのが朝方なんですよ。パチンコ行きますもんね。大フィーバーした。あれとホストも売れるしパチンコも勝つしホストしかないか。お金の神様が前より時期だ。そうなんですよね、うん、その時もありました。でも熊本ってあれですか、有名なソープランドありますよね。ありますね。そこの子のお客さんが多いんですか。はい、いやそんなことないと思うんですね。でも行ったことないんで、会員制なんで。あ、そうなんですか。はい、会員制ってとこまでは、はあの行ったことない。、はい、あの紹介で、紹介なんであれは、はい、はいはいはい、でブルーシャトーさんね、はい、確かに、はいはい、そうですね、はい、ホストよりもそっちの業界の方が有名っていうか。ですよね、はい、そうですね。あとキャバクラとかの方が有名ですね。ジャングルとかがあるっす、ね、ああ、あのジャングルが。そう、あのジャングルが。でもなんかヒヤッとした。そうですね、さすが熊本が一番有名ですね。ヒヤッとした。あのジャングル六本木に来ましたから。はい、いろいろ考えるなぁ、ちょっと。熊本に行ったことがないんで、あれなんですけど、はい、熊本でホストがあるっていうのを知って。はい、ありますね。30くらいは、いや20くらいかな。そんなんだ。はい、へぇ、福岡の次に一応栄えてます。へぇ、はい、21の時に福岡に出てって、はい、でホスト始めたんですよ、またで、24までやって東京で25の時に出てきたみたいな感じですね。一番いい時期ですもんね。そう25から35くらいまではホストクラブ走り続けれる。いや、マジこの後2年走る気なんで。はい、もう来年30なんで。はいはい、はい、節目がよく、いろんな節目ですね。そうですね、もう、はい、売りかけ飛ばれたの。この質問多分なんですけど、はい、YouTube かなんか僕らに聞かせてもらって、はい、なんかそういう話されてましたよね。はい、しましたね。500万がなんだ。そうです、そうですね。その話をちょっと聞いてみたくて。そうですね、あの東京来て、はい、最初らへんに東京店ができるってなって、ちょっと噂になって、はい、初回とかバンバン入るようになって、はい、すごいホストドリームだと思って、はい、で、バースデーの時にその女の子が500万使ってくれて、はい、うわ、もうこれはすごい、もう1800万ぐらいいくわって思ってたら、はいはいはい、まあ飛ばれてしまって、はいはいはい、音信不通になり、はい、その時の給料は、はい、10万もないぐらい。そうですね、自分で。そうですね、もうそのことは音信不通だったんですけど。そちら、まあ、ちょいちょい、いくら止まりですか。500っすね、500万、まるまるで。でその1ヶ月、2ヶ月前から指名もらってて、2ヶ月前は100万ぐらい使っててくれたんですよ。はいはいはい。で、2ヶ月目で300万ぐらい使っててくれたんですよ。はいはいはい、はい、これはいけると思うじゃないですか、やっぱり。はいはい、
入金もちゃんとしてたんで、はいはい、そしたら本当500円500万とばらかせてそうですね、500円やったらなんともないのね。そうですね、500万は震えますね。500万やったっすね。もう信じられんと思って、もうちょっとその時に歌舞伎町怖いなって思ったんですよ、うん、でもなんかこう最近の風潮で売り掛けを問われたってことを言わないホストが増えましたよね。ああ、確かにそうかもしれないですね。でも言ってたじゃないですか、ツイッターで。はい出してたじゃないですか、バンって。僕まだ何件かあるんで行きますよ。いや、かっけえと思いながら。そう、まだまだ行きますよ。まだまだ、はい、あります、あるんで、はい、8万円のやつとかそれ、そうですね、そこら辺は結構僕もありますけど、もう言っていかないとあいつは懲りないんでねだから本当になんかよく例え話じゃないですか、ホットクラブで、はい、無銭飲食、はいはい、もっときついワードないんですかね。あ、確かにそうっすね。無銭飲食ぐらいで終わらないんですよ、無銭飲食とか、まあ、来て何もせずに、まあ、ご飯なり飲み物飲んで帰るわけでしょ、はい、あいつらは入って飲んで楽しんで悪口言って、そうっすよね、ジャンマンコールをしてもらってきらびやかなお姫様扱いしてもらって金払わないからね。確かに、なんて言ってんの、極悪人。いやそうっすね、愛席食堂とかで、愛席屋みたいな感じになってますよ。女の子払わないじゃないですか、愛席屋。愛席屋か、愛席屋。クソだな、ホストクラブと愛席屋間違えんだよ、クソが。ほんま、あっちは払わない手で来てるんだよね、ほんと。クソだよ、マジで。で、ほんとになんか3人ぐらいいました。8万円を払ってない子と、1000円ずつ払うわとか余計わからんね、しょうもないやつ。ああ、いますね。そういうやつが1人と、初回指名で来た AV 女優が、1万円じゃないですか、初回指名僕ら、はい、1万円やったんですけど、1万円やったのに、8000円入金じゃないと、残りタクシーないからって、はいはい、8000円入金して、2000円飛んだ。いや、それはちょっとなんか、すごいですね。逆にちょっとそれ面白いですね。面白くて誰かもう気になるしかないですもんね。 AV 女優さんゴリゴリの、いやめちゃめちゃ気になるんですよ。くそだよ決してミラちゃんではありません絶対それはないミラちゃんでもありません、絶対にない、はい、そんなんダサいことはしないと思う、うん、絶対にあとあれもありますね、あのちょっと下ろし行ってくるねって言ってバッグ置いて、はい、もう帰ってこなかったって。バッグごと、バッグごとで、しかもそのバッグがちょっともうあからさまに、あからさまのやつ、もう安いバッグで、ええー、中に何も入ってなかったって今までに一番高い買い物は23歳4歳ぐらい買った、はい、あのシャネルの J12 の、はい、時計ですね、うん、あのフルダイヤで買ったんですけど、うんうん、はい、それが一番高い買い物でしたね。僕 J12 結構好きなんですよ、あの白のやつです、ね、ああ好きです、ね、はい、あのセラミックそう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 、まあ、その時ちょっとまだ流行ってたじゃないですけど、まあ、はいはいはい、あったんで。今でも僕好きですよ。本当ですか。たまに雪崎行って僕 J12 の話してますよ。へえ、やっぱりいいよなみたいな。まあでもか、まあ、そうですね、かわいいじゃかわいいし、ね、シャネルだなっていう、シャネルだなってですね、はい、値段もそんなにガッタガラじゃないですか。そうなんですよ、はい、それはでもなんかベルトのとこまでダイヤ入ってたんで、はいはいはい、それはちょっと一番高かったかなって思いますね、はい、それおいくらでしょ。それで400ぐらいですね。おお、はい、中居君もずっとジェットですか。はい、そうですよね、はい、でもこの間時計買われてましたよ、ね、あ、僕ね僕桁違いみたいな感じでしたよ、僕時計好きなんで好きなんですよ。ですぐ買ってすぐ飽きちゃって売っちゃってとか、もともと買ったやつが値段が3倍ぐらいあったとか、そういうので買い替えて買い替えてとか、そういうことを返してます、はい、なるほどなるほど。僕が持ってる時計はあれですね、海道会長とおそぼです。あ、なるほどですね。最近買ったでしょ。最近買ってましたね。はい、あれおそぼですでもいっぱい持ってるじゃないですか、海道会長。結局ね結局なんかあのレベルになると経営グループの魅力を教えてください。そうです、僕が KG 入ってたのが1年前なんで、ちょうど1年前ぐらいなんで、はい、僕プラチナしか見てないんで分かんないんですけど、はいはい、プラチナはやっぱりワイワイしてて、僕が同業行った時にすごい楽しそうだなっていうのが印象的で、でみんな仲いいし、まあ、ケイティもせっちゃんもせつなも仲良かったんですよ、もともとそれも決めたのもあるし、やっぱ勢いがあるなっていう感じはありますね。あとそんなに人数が多いわけじゃないんで、まあ、みんな仲いいっていうのもありますし、まあ、団結してるなっていうのはありますね。ハリムさんがやっぱケージの中で1番って言われてるんですけど、まあ、その2番でプラチナやってるんですけど、まあ、1番にいずれなれたらいいなっていう
なんか目標掲げてるところも好きだなって思いました。今のその話聞いてもすごい感動したことがあって、はい、化粧の名前が一言も出てこない。いやいや、すごい感動しました。いやいや、ありがとうございます。いやいや、もう本当、翔さんは感動しました。はい、もうこんだけいいこと言ってくれてるのに、化粧の名前が一回も出てこないんかった。黙らないと。そうですね、翔さんもやっぱ尊敬してるんで、はい、いや、僕は個人的に化粧好きなんで、はい、もう大好きですよ、はい、でもプラチナの今のメンバーをまとめてるってなるとすごいなって思います、ね、うん、はい、明石は面白い。あいつと俺クズなんですよ。でまだ結構周りにクズいっぱいいるんでね、はい、スナババってつくるんですけど、ああ、いますね、こいつもクズなんで、ケイティたちと仲いい、はい、あのピースのメンバーですね、はいはい、その3人だったら誰が一番クズなんですか。うん、明けのホストとは、ホストとは、ホストとは、そうですね、なんか僕のホストの中で一番なんだろうな、変えてない部分があって、はい、それがやっぱりあの女の子の満足度、女の子の満足度っていうか楽しませることっていうのが僕の中で一番なんですよ。やっぱり一般の人だったりとか飲み会ってで楽しませることはできると思うんですよ、うんうん、でもじゃあその人にハマらせることっていうのは絶対できないと思うんですよ、うん、一般の人はそのやっぱこっちも必要だし、じゃあ女の子の気遣いやったり必要やし、でその中で安くないじゃないですか、高いお金払ってくる、払ってくれる女の子に対して僕はまあそのお金分楽しませたいなっていう、うん、店の中ではしっかり楽しませようっていうあの僕の中のポリシーがあって、うん、はい、だからかぶりとかが多くなったとしてもそれは一つ一つ全力でいってるんで、満足度的には多分もう示してくれたら僕は最高なパフォーマンスをしてあげるっていうのは僕の中のホストですね。それはなるほど、はい、ホストとは、まあ、全力で、はい、お客様に、向き合うことというか、そうですね、楽しませる、満足すること、はい、あとドキドキとかやっぱときめきを提供するっていう、まあでも限りなく正解に近いじゃないですか、ね、そのホストとって、まあ、お客さんお金払ってきてる時で満足させて、ね、ドキドキさせて楽しませて帰っていただくって、これはもう最上級ですけど、どうしてもそれができない日ってあるじゃないですか、ね、ありますね、例えばイベント日、確かにどうしてもかぶりのお客さんたちを優先できない時もあるじゃないですか、はい、そういう時ってやっぱり満足させれてない自分がいるわけじゃないですか、はい、どう思うんですか。めちゃめちゃ後悔するんですよ。後悔というかごめんねって本当に思いますね。ごめんね、じゃあちょっと伸び足りなかったからバーに行こうかとかアフターとかはそこはしますけど、本当に女の子は大丈夫だよって言うじゃないですか、はい、でも自分の中で結構食らってるんですよね。なんか意外と僕もなんですね。そうなんですか。僕もあの指名本数あんまりかばさないんですよ。はい、いや僕もそうなんですけど、かぶりはあんまりさせないんですけど、まあ、かぶる、まあ、かぶる来る分に来てもらう分にはいいじゃないですか、はい、別に 何組来てもいいと思うんですけど、はい、あんまりかぶすとその満足度が下がっちゃう気がして、キャッシャー会計みたいなのも一回もなくて、はい、ちゃんと俺も、ね、向き合うタイプかもしれないです。あで、ちょ、今日ごめんね、もんなかったよね、じゃあバー行こうかっていうのは俺もあります。そうですね、あとなんかやっぱそれに関してやっぱ被った時にヘルプの重要性があるよね。当然やっぱヘルプが面白かったら、まあ、その満足度もまだ保てるじゃないですか。でも面白くなかった時にすごい怖いなっていう、機嫌損ねたら嫌だなっていうのもあるし、ヘルプがやっぱりできなかったらやっぱり全然ダメだなって思うし、やっぱりそのやっぱ満足度っていうのが個人だけじゃできないなっていう、店じゃないとできないなっていう感じではありますね。みんながみんなその気持ちでやってくれたら、なんかホストっていうものがもっといいものになる気がします。そうですね、本当になんかそのキャッシャーチェック、はい、まあ、キャッシャーチェック悪いことじゃないけど、あれそうですね、ね、その女の子一個一個を満足させていけばなんかあのすごいいいものになるのかなと思う反面、なんかそうなんじゃなくて、何なんだよこの店って言ってる子が一番金使ったりするんで、いやまあ確かにそうですね、何が正解かはやっぱりこのホストとはっていうご質問も、確かになかなか正解はないんじゃないか、正解がないんで、本当に一人一人違うんですよね、やっぱ、はい、ずっとこのホストとはって僕はもうムラムラしてますそうですね、まあ綺麗事になるかもしれないですけどね、はい、でも本当に楽しんでもらえれば嬉しいなって思います。はい、はい、ありがとうございます。お友達紹介、はいはい、お願いします。プラチナの総支配人、はい、愛咲刹那が、はい、まだ出てないと思ったんで、はい、はい、愛咲刹那に行ってほしいなって思います。わかりました、はい、ぜひお待ちしてます嬉しいな、僕そう絡みがないんで。そう、もう10年ぐらい仲いいですよ。あ、そうなんですか、はい、熊本の時から一緒で、はいはいはい、はい、別だったんですけど店舗は。ってことは今回の熊本ネタで
まあまあ僕マウント取れますね。そうですよ、結構熊本の話知ってるじゃないですか。いやそうですよ、全然もうなかなかいいとこですよ熊本。まさしまさしまさしすごいです。まさしがあってふなっしーがいて、ふなっしーはいないですね、熊本ですねはい、最後の質問です。はい、今後の展開を教えてください。今後の展開、来年の、はい、まあ言ったら3月ぐらいにプラチナが拡大オープンするんですよ、はい、みんなそのタイミングで結構そこに向けて頑張ってるんで、同じ目標を持ってみんなやってるんで、まあそれに連なって、まあ、店舗拡大したらまたプラチナがいい流れで広がってくるかなって思うんで、まあ30になるんですけど、ホストを、まあ、全力でまだまだ頑張っていきたいなって思ってます。はい、ありがとうございます。ぜひその夢頑張ってほしいって思うんですけども、はい、この前のプラチナの周年コートするにすいませんでした。あ、マジですか。あ、そうだそうですよね、忙しくて。はい、近々お邪魔するので、あ、もう全然よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは、来年の3月に、プラチナさんを拡大します。大体ですね。役職が今僕主任です。あ、主任の、はい、主任の直人君でした。はい、それではチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you.